大会第4日目、ゴール目前内命。毎年7月中旬に、スポーツ振興と健康増進の目的で、オランダの内名編で開催される。参加者は、毎日、年齢グループと性別により定められる30キロ、40キロ、50キロの距離を歩く。大会4日間を通して、規定の距離を完遂した参加者には、オランダ王家公認の希少メダルである。 フォーデーマーチ十字が授与される。参加者は、ほとんどが、一般市民であるが、北、大西洋条約機構加盟国の軍など、総勢数千人の軍からの参加者もある。一般部門、軍隊部門、バイドックスは、1909年以来、世界大戦による中止を除いて、毎年開催されてきたウォーキング大会である。1916年から開催の中心都市が、内名編となり、 現在まで続いている。参加者の年齢グループと性別により、30キロ、40キロ、50キロのいずれかの距離を大会4日間毎日歩くことが求められる。規定を超える距離に参加申し込みを行って実際に歩いても良い。大会発足当初は一般市民は稀で軍人のための大会であったが、現在ではほとんどの参加者が一般市民となった。 参加者は近年増加しており、4万人を超える規模となっている。現在では、世界で最大のウォーキング大会である。道路の混雑を緩和するために、2004年以来、主催者は参加者の数を制限しており、参加申し込みが抽選となる年もある。大会に1回だけでなく複数年参加する人も多く、最多出場の人は合計で60年間、それ以外にも、 合計50年以上参加している人が数人いる。大会第1日目は7月の第3火曜日と決められている。参加者がウォーキングを行うコースは毎年ほぼ同じである。大会が開催される各日はその日に通過する最も大きな街の名前を冠している。大会第1日目エルストの日大会。第2日目ウィジチェンの日大会。第3日目グロスビークの日。 大会第4日目カウシュの日最終日である大会第4日目、参加者はゴール手前の大通りまで歩いてくると観客よりクラジオラスの切り花を贈られる。まだ咲いていない赤いつぼみの切り花であることが多い。クラジオラスはローマ時代より勝利の象徴とされており、参加者の栄誉を称えるために贈られる。そのため、内名編マーチの間だけ、この西安な通りは、 グラジオラス街道と呼ばれる。2006年は世界大戦とは別の理由で中止された最初の年となった。極端な熱のために初日の更新を終えて何千人もの途中棄権と二人の死亡事案が起こったためである。このキャンセルを教訓に組織委員会は今後開始時間、距離、終了時間を調整してイベント管理することを決定。 2016年の100周年記念イベントは異常に暑い状況だったが、開始時間を調整したり、コース難易度を反映して、終了時間を伸ばすなどで暑さに対応した。14回参加した金のフォーデーマーチ10時。この更新イベントには3種類の賞がある。規則に従って、フォーデーマーチを見事完遂した参加者に授与される。この希少は、 オランダの軍服に着用できるオランダ公式の装飾品である。1909年10月6日に法律法令によって更新能力を証明する十字架と定義、命名された。歩行者はイベントを達成した回数に応じて特定の希少メダルを受け取る。フォーデ・マーチ十字は聖堂銀、金のいずれかで授与され、十字架の上に紋章の冠がある。リボンは 参加者が更新を完了した回数に応じて数字及び、または月桂樹の花冠、真珠のあしらいなどがつく。20世紀初頭のオランダにおける体育教育は学校体操や基本的な軍事訓練の指導を行った教師や元兵士によって組織された。1904年の秋、ブレダにある第六不評連隊の軍曹がサッカークラブを創設。これが 兵士の間に多くの興奮をもたらし、クラブ初日には1906年と1907年のスポーツデーになったトーナメント大会が実施された。この成功が様々なスポーツ協会や社会組織に参加組織を設立するきっかけとなった。1908年4月3日、オランダ発のスポーツ参加組織であるオランダ体育協会がハーグで設立された。 1907年7月にアーネム出身のビエイホフ注意によって提案されたスポーツデーに4日間の更新をする企画に基づき1909年にウブベロは最初のフォーデマーチのために15のルートを設計した女王の日の翌日9月1日水曜日に306人の参加者が弊社から出発し駐屯地から駐屯地までの 150km の距離を目指した 彼らには10人の市民が同行した。フリースラントでは路面状態が悪いため更新が中断され、他3つの区間がロッテルダムにおけるコレラ発生のために省略された。フォーデマーチ関水の業績を重んじたミルヘルミナ女王は更新する能力を認める希少メダルを達成者に与え、軍服の装飾品として公式着用できるようにした。1910年、 同協会は4日間の更新を、アーネムを出発してルースブルフとズトフェンを経由し、アペルドールーンへ至るルートに限定した。1925年に、内名編が同マーチの主催になる以前には、ユトレヒト、ニー・ウミリゲンレン、ボス、アメルスフォールト、ブレダが、ホーデマーチの中心になった。市民の参加数は徐々に増加していたが、1919年に、 n ンストコムミタリアキャンププジンが成し遂げるまで女性がフォーデマーチを完遂したことはなかった。1928年、ロッテルダムに最初のウォーキング団体が設立された。アムステルダム五輪で更新リーダーのジョンキア W ・ショーラーは国際代表団をフォーデマーチに招待した。ドイツ、フランス、ノルウェー、英国の代表団が内名編に到着し、 うち英国共補協会の参加者40人は、社会階級別に4つのグループに分かれ、すべてがグループ賞を受賞した。フォーデマーチの名声は、内名編の予備植民地、特に現地料理人が準備したインドネシアの食事、梨のおかげで、1930年代に成長。歩行者は、弊社の屋根裏部屋や、テントキャンプで、忘れがたい思い出を持ち帰った。 1932年には、フォーデーマーチのために曲を作る者も,も現れて、運営側も参加者側もフォーデーマーチが特別なイベントになったことを学んだ。1921年には、熱波で参加者の約40%が危険したが、1939年では危険率が2.39%という低さを記録した。第二次世界大戦による爆撃被害にもかかわらず、 内命編は戦後すぐにホーデーマーチの復活に取り組んだ。募金キャンペーンと多くのボランティアのおかげで努力が実を結び、1946年には過去最大の参加者となった。一方で戦争の深刻な傷跡もあり、1954年のホーデーマーチはネダーロンドッサワンデルソーポートボンドが企画してアペルドールンからの出発となった。しかし、 内名編も復興を遂げ、数十年後には両方とも開催された。1958年、教会にロイヤルの号が与えられ、HRH クラウス王子の参加もあり、参加者数が驚異的に伸びた。世界各地からの参加者数が増えたため、旗のパレードは弊社の中庭からコフェルトスタジアムに移された。かつては7、8カ国の参加だが、2004年のフォーデーマーチでは、 60カ国に、累計では100カ国以上からの代表参加があった。そのため2004年には、最大登録件数の制限枠が、初めて設定され、約6週間で最大の4万7000件が埋まった。翌2005年には、フォーデマーチを66回達成した女性、アニー・ベアックハウトが現れた。しかし、2006年の登録数は、最大枠に達しなかった。 2006年フォーデーマーチの初日を完了した前、参加者に授与された記念品2006年第90回のフォーデーマーチは1日だけの更新として記憶に刻まれている。更新中に1人の参加者が亡くなり、初日の歩行を終えた後には大勢の歩行者が熱中症などで救助せざるを得ない状況が発生。フォーデーマーチがその1日で中止となった。 更新中に歩行者が死亡した前例はあったが、途中での大会中止は初めてのことだった。第90回フォーデイマーチの初日に出発した参加者にはメダルではなく、代わりに記念ピンが送られた。このピンは当時の状況を示す様々な象徴を含んでおり、中央の太陽は過れな天候を、周りにある涙型の縁取りは、マーチ中止への悲しみを表現している。 2008年大会では6620名の参加者がチッププロジェクトのボランティアを行った。これは靴ひもにチップを取り付けることで参加者個々の進捗状況をデータ監視し、運営側は混雑箇所を予測することが容易になった。このプロジェクトはまた緊急事態の対処モデルを予測することも可能にした。2014年7月17日。 オランダを経ったマレーシア航空17便の墜落事件があった。事件への追悼として、更新の最終日は音楽が止められ、祝賀行事は自粛された。フォーデマーチの週に付随する祝祭は、オランダ最大の祭りの一つとして知られ、100万人規模の監修が集まる。更新前の土曜日に始まり、金曜日に終わるもので、その週は無料の音楽演奏や、 花火大会など特別イベントが毎日ある。祝祭の間にロックフェスティバルのデアフェールも毎年開催される。最終の金曜日には何千人もの人々が歩行者を応援するためにゴール直前の数キロメートルの道に列をなす。その西安な通りはこの日だけグラジオラス街道と呼ばれる。一週間前に人々は椅子やソファを置き、 グラジオラス街道沿いにスペースを確保する。ゴール地点はオランダのテレビでも視聴できる。南部東部ミッドランドウィング航空部隊チーム世界中の軍隊と主幹候補者がフォーデーマーチに参加するための部隊を派遣する。近年では軍の参加者が約5000人にもなる。一部の軍人は個人参加だが通常はチームで更新する。 軍隊チームは11人から30人程度のメンバー構成で大抵は団結更新して更新曲を歌うので群衆に非常に人気がある。軍隊チームは内名編ではなくそのすぐ南にある軍事キャンプヒューメンソワードで始まるため一般参加者とは若干異なるルートを通る。金曜日、軍の参加者は官庫の数キロメートル手前で制服を交換し、上官は ゴール地点のスタンドで彼らを待っている。軍の参加者には2つの選択肢がある。水分補給用の大量の水とは別に最低 10kg の荷重を持って1日 50km または 40km を歩く。気温が高すぎるときは荷重なしで歩くことが許される。2014年の更新最終日も高熱条件のため重量要件が免除された。ありがとうございます。